い、こんばんは、山田と申します。そうだ、YouTuber になろう。ちょっと番外編みたいなところがね、間の余談のところになってくるんですけど、山田さんね、4K やらないのっていうね、その数分けとかするんやったらね、今やね、結構主流とね、ちょっとあの 4K じゃないかって、ね、海外とか見とっても散歩動画って言ったら、もう基本的に 4K で撮らないとね、何のためにね、散歩しに行くんだみたいな感じがあったりするんですけどね。うちは、基本的に 4K をやるつもりはありません。条件がね、変わってきたらまた別なんですけど、いろんなちょっと理由があって、4K には手を出さないです。一つ目ですね、これね、どれが一番かというと難しい。複数の要件があります。一つ目が、まあ、カメラがね、高くなる。ね、単純に高くなるんですね。うん、万円単位でね、6、7万は言いますよね、エントリーモデル 4K なら。うん、ですからね、その予算が高いよっていうのが一つ。まあ、正直言うと他のところもほぼほぼのこの高いように繋がってきます。で、二つ目が、その分ね、やっぱバッテリーの持ちとかも結構やっぱ消費が激しくなるんで、それが厳しいなっていうところですね。まあ、だから、うちに関してはね、うちはもう6個もね、バッテリー予備持ってますから、あ、僕、予備は5個か、持ってますから、まあそこまで問題じゃないだろうってところなんですね。で、もう一つ大きい問題になってくるのが、実はこれなんですよ。メモリーカード。あ、これちょっとチェックとかできる。メモリーカードですね。で、これが、4K にすると、これまたちょっとメモリーの回で詳しく言うんですけど、安いメモリーだと全然ダメになっちゃうんですよ。で、ここでもちょっとちらっと言っとくのは、たまにAmazonとかで売ってる、マーケットプレスとかで売ってる、なんかくっそ安いやつとか、あれは、その、動く、動かない別にやめた方がいいっていうのがあったりするんですよ。なんか、ウイルスが入っとるようなケースとかも報告されてるらしいんで、ちょっと気をつけた方がいいんで、怪しいね、ところって言いたいんだけど、最近、偽名使ってやるんで、あたかも大手のような名前でやったりしてる時もあるんで、そこら辺はね、ちょっと気をつけてもらって、買うところはちょっとメモリーは気をつけてもらった方がいいです。メモリーなんで、刺した瞬間に、非常に危険なウイルス感染させる、場合もあります。これがね、昔みたいにバレるウイルスじゃなくてね、こっそり動かすウイルスが多いんで、それでデータを抜き取ったり、クレジットバンクのデータをね、スキミングしたりとかっていうような日が実際にありますんでね、そこは気をつけて、もらいたいなと思います。で、そのあたりとかを押さえた上で、ビデオカメラ撮影とかにね、使うってなると、ある程度やっぱし、そういうのじゃなくても安いやつ、あれね、だとダメなケースってのがあるんですね。で、それが 4K になるとめちゃくちゃ基準が高くなるんですよ。で、ぶっちゃけ同じ容量の、メモリーでも4倍とか5倍とかね、値段がしてくるようなのがさらになってくるっていう感じなんで、これね、正直どんどん値段が変わってきてるんで、そのね、4K に対応してるようなやつもどんどん普及してくればね、もうちょっと下がってくるんだろうなと思いますけど、とはいえね、今のところすっげー高いんで、うん。そのあたりで、コストも高い。あとね、4K とかだとカメラがでかくなるじゃないですかね。いや、防音よりはその、ついたね、外付けのマイクとかも使えばね、いいのが撮れるじゃないかって言うんですけど、でかくなるんですよ。そうすると、こういったパッと撮ってね、やる機敏、機動性なくなっちゃうんだよ。で、このでっかいカメラね、構えとったらね、高いさ、このカメラでもね、正直構えられるんですよ。だから、ケースによってはスマホで撮ったりするときもあります。だからスマホだとね、なんかね、そこまでね、構えられないんですけど、やっぱ、このカメラになった瞬間に、ちょっと構えられるところがあったりするわけですよね。で、これが 4K になると余計にね、これぐらいのカメラになったらね、ちょっとね、やっぱテレビ慣れとかね、してる、撮影慣れしてる、人でないと、ちょっと、結構ね、ビビるところもあるし、それ持ち歩きながらやるのってね、電車に乗って移動しながらとかってね、まあまあ大変なんでね、特に私結構身軽な、軽装でね、カバンとかももうちっちゃいカバン一つでね、行っちゃいますんで、このね、カメラ用のやつ。っていうのがあるんで、そのあたりのところとか考えると 4K 行くのはちょっとしんどいなということですね。ですので、その場合は 2K のハイビジョン画像をメインでお届けします。ただね、何かこのカメラだけね、4000ぐらいのカメラなんですけど、実は 4K 対応してるんでね。一応、この映像だけは、綺麗な山です。ダメなところがいっぱい撮っちゃってるんだろうな、きっと。というか、口元がちょっと今日ダメなの映せないのであれなんですけどね。っていうような感じのね、やつで、それでまだ4K 放送をやっていこうかなと思ってますんで、よかったらよろしくお願いします。まあこんな感じで、ここだけはね、切ってね、メモリーの話をしてね、いきたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。